モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には古河市にある増田切箱店の切りの中地まな板プレゼント。切りのまな板は軽くて取り回しが楽、そして素材が柔らかいので包丁仕事をしてて疲れない。ぜひ切りの中地まな板目指して、まあこれもねもうあとわずかしか残ってないということなんで、はい、頑張っておもろい家族にメッセージをお寄せくださいね。お願いします。今日は金曜日なんで大賞発表、その前に今週のノミネート作品紹介することにしましょう。はい、まずはねこれ良かったな、千尋さん。日曜日の朝、前日酔っ払って帰ってきた夫が先に起きて何やらさっぱりした顔をしているしていたんです。私は不思議に思いました。すると昨日お風呂入ってなかったけんさっきシャワー浴びてきた。その瞬間私は目がまん丸になりました。なぜだったら、なぜかというと昨日お風呂に入っていたんです。お友達が酔っ払った夫を連れて帰ってきてくれたんで、お友達にお礼言って見送った後、夫をすぐにお風呂に直行させパンツを脱がせ、ほら早く入ってと促しました。酔っ払うとすぐに寝ちゃう夫、いつも通り体を洗っている様子だったんでほっとしてテレビを見ていたんですが、なかなか出てこない。おや、まさかと思って覗きに行ったら湯船に浸かって目を見開いて、なんあの酔っ払うとね、もうこの感情の起伏がいろいろこうなんといやいや溺れてるかと思って心配になってと返してお風呂場を後にしました。その後夫は私が用意していた下着に気づかず全裸でキッチンに入ってきたので、パンツ置いてたやん、履いてた、履いてきてよと言いました。すると下着をつけた夫は戻ってきて、リビングの襖を顔が出るぐらい開けて、大チキいきなり言い出したんです。ねえ大チキそれを連発しバーンと襖を開けて目の前のクッションに頭からダイブ、ああと思ってふと見ると確かにパンツとシャツは履いてるんですが、けどパンツのお尻の部分から尻の皮膚と尻毛がチラ見えしてるんです。もしやと思って確認したら、後ろ前逆、後ろに穴開いてるんやけどと言ったら、へえ恥ずかしい、着替えさせてとピシッと上を向き気をつけの姿勢、しょうがないなと思ってパンツを見た。もう情けないですな、もうこれもう本当に情けない、これはこれはもう嫌で嫌でしょうがないよね。なんから全裸で出てきてパンツ履けって言われて後ろ前、そして大チキーっていうねもう嫌ですよね。しょうがないなとパンツを後ろ前戻して履き替えさせると、夫は安心したようにすやすや眠りました。だから朝彼からあの言葉が出たのはマジでびっくり、目をまん丸くした後こらえきれずブーッと笑ってしまったら、なんで笑ってんのと聞かれて、いや昨日お風呂入ってるしと昨日の夜の出来事を全部話したら、そんなの嘘風呂も入ってないと思ってシャワー浴びてきたのに、それ本当の話持ってない夫は外でそんなキャラクターじゃないので絶対バラさないでと言われます。でも言う場所なくてうずうず、だからおもろい家族で報告させていただきます恥ずかしいよな、ね、全然覚えてないっていうね。そうですか、そうなんですよ、これは厳しいさあそれからね、これも良かったな、女性の方、
おもろい家族でいいのかどうか分かりませんが、うちの娘の話。娘は今年で30歳を迎えます。そんな娘、幼い頃に私と夫が離婚して高校卒業するまで父親がいなかったためか、かなりの年上好き。今まで好きになった人や恋人は耳を疑うような年齢。高校の時に好きになったのが担任の先生で45歳。おお。二十歳の時に好きになったのは入社した会社の上司54歳。へえ。そして先月、娘が結婚前提にお付き合いしている男性を連れてきたんです。娘が高校を卒業したと同時に再婚したんで、その夫と何歳年上の男性を連れてくるのかヒヤヒヤしていました。そして連れてきたのが67歳の男性。私と夫よりも10歳年上。見た目はダンディーな方なんですが、私としては親の私たちより先に召されるような方じゃなくてって、もう失礼なんですよ。まあでもね、寿命を全うするとそうなんです。親の私たちより先に召されるような方じゃなくて、私たちがいなくなった後あなたを支えてくれるような男性にしてほしいという願いから、交渉に交渉を重ねて新型コロナウイルスが落ち着くまで保留という形で一旦落ち着きました。娘の好きになった人だから認めてあげたいのは山々なんですが、こればっかりは仕方ないですよねっていう。面白いですね。すごいですね。さあ、それからね、これも良かったな。男性の方、月曜日の出来事。仕事も終わって、さあ帰るかとバッグを助手席に乗せて出発。途中で喉が渇いて、自販機があるショッピングセンターに車を入れて駐車場に停車。ジュースも買って運転席に座って、ふと助手席を見ると、なんで？ネズミがいたんです。助手席に置いてたバッグの上にネズミがポー。これバイコージャクソンさんなんですよね。ネズミなんてここ何年も見たことないのに、よりによってなんで車の中。私の存在に気づいたネズミはチューとダッシュボードの隙間の中にものすごい速さで隠れてしまいました。いや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 、これで運転している時にチューと出てきたらパニックやし、急いで車の扉という扉を開けてダッシュボードの部品を外すと、長い尻尾がちらり、おったームーンウォークムーンウォークムーンウォーク。もうちょっとセックスじゃマイケルしなくて。しかし尻尾を掴んで引き出すなんて、そんな野生的なことができない私は、その様子を見ているとネズミが異変を気づいたのか、ダッシュボードからまたパタパタって逃げて、今度は後部座席に。仕方ないと車の中の荷物を全て外に出して調べてもいない。扉を開けていたし、逃げたかなとまた運転席に戻ってエンジンをかけると、ガサ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 、いや運転席の足元に置いてるゴミ箱から音、そこか。急いでゴミ箱を外に出してキックキックキック、ムーンウォークムーンウォークムーンウォーク。するとゴミ箱からダダダダダッとネズミが逃げ去っていきました。次はあなたの車の中に入っているかも。ポーッ。どうですか。どうですか。すごい。この人はあのね、やってる人なんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、あの星野源の家で踊ろうだったっけ、うちで踊ろうか、はい、で、あのマイケルジャクソンで星野源さんがなんか取り上げた。そうなんだ、すごい。そういう人、そういう人。ポーン。ネズミ見てムーンウォークムーンウォーク。後ずさりするよ。スリラスリラスリラ。誰がスリラスリラ。じゃあね、最後これいくぞ、はい、女性の方、みつこさんですね。私の職場では、はあ、言ってもよかったのかな。毎年秋に健康診断があるんですが、1週間前から家で検便を2回分取って検診当日に提出するんです。3、4日に1回しか出ない私、ちょうど1週間前に1回目の便採取に成功し、2回目がやっぱりなかなか出なくって、ああどうしよう出ない。そしたら家族が、
代わりに私の貸してやろうか私は不正を許せない真面目な人間そんなことあってはならんと、今日外で出たらいかんけんとキット持って行こうと、その日は検査キットをバッグに入れて出かけました、うん、夏セルの買い物中催したんです。ほら来た、おーよかったねでトイレに入ってズボンを下ろし座って出してそれで棒を刺そうと腰を浮かそうとした瞬間、ザーあー流れていく流れていく、自動で流れるものだったんです。あーそんな、どうしよう、でももう一回踏ん張ってみたらどうだろう、ふっふっフッ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 もうそれは終わってますから、出たそうです。でさあどれが良かったどれが良かったでしょ う、全部良かったですね、全部良かったバンコージャクソン行くかそしたらこんだけ盛り上がったんで大賞決定、ありがとうございます。バイコージャクソンとのあなたの家族はこの度その面白さが認められおもろい家族大賞に決定いたしました。2020年9月18日 FM 福岡モーニングジャムおもろい家族委員会会長中島浩二、副会長今村あすこ、副賞は古河市の増田切箱店の切りの中島ナイトプレゼントです。おめでとうございます。来週も同じ商品ですよ、お楽しみに。